はい、こんにちは、大八郎です。今回はですね、こちらの2つを作っていきたいと思います。ポケプラのルギア、ナノブロックのルギアはい、こちらを作っていきます。ポケモンカードゲーム開封でね、結構言ってるんですけど、ポケモンの中でルギアが一番好きです。なので今回はね、ルギアコレクションをちょっと増やすために、この2つを作っていきたいと、作ってね、完成させて、他のコレクションと一緒に並べたいなと思います。それでは作っていきます。まずはポケプラルギアから作っていきますよ。はい、ポケプラはね、ピカチュウを作ったことがあります。パーツ類はこんな感じで、あ、でっかい羽、でっかいわこれよし、作っていきましょう。ポケプラはね、いや、これピカチュウ作ったことあるってさっき言いましたけど、ピカチュウより全然パーツ数が多いかな、多いですね。あ、ちゃんとこれ台座がついてるやん、すごい、いいね、いいね。では作っていきましょう、丁寧にね。本当は接着剤もニッパーもね、いらないで作れますよって感じなんですが、一応ニッパーは使っていきと、いきとうございます。それでは説明書通りに作っていきます。はい、ルギア完成しました。まあ大体15分から20分ぐらいですかね、かかった時間が。いや、簡単、しかも丁寧に作られてます。見てください、これかっこいい。もうルギアね、もうね、他のね、ポケモンもかっこいいのいっぱいいるんですけども、やっぱりルギアがね、ダントツのデザインと、この色の配置、いやー、かっこいい。これ中はシールです。目もシールですね。で、なんと首と連動して翼が動きます。これはすごい。で、この青のパーツだけちょっとだけ柔らかいです。で、しかもね、台座が2つついてます。何の台座かというと、こっちの台座は尻尾をこういう風に曲げてちょっとウニョンって出ます。で、これをね、ここにはめると、これちゃんとはまるんですよ。で、こんな風に、いや、かっこいい。で、もう一個の方は尻尾を直して、これを取ってこっちに付け替えます。で、これをこんな感じで乗せることが、おお、乗せることができます。かっこいい。いや、思ったよりもでかいし、いや、めっちゃ良かった、これ。いやー、よ、いいよ、ナイス。ルギアコレクションが一体増えました。はい。では、次はね、ナノブロック行ってみたいと思います。はい、ナノブロック行きます。ナノブロックは、知ってる人はね、おそらく知ってると思います。本当にいろんな種類がありますね。まあ、日本版レゴみたいな感じなんですかね。ちょっと気になってたんで、この機会に、うえ、ちっちゃい、ナノブロックの名に恥じないぐらいちっちゃいっすね、これこれはちょっと時間かかりそう。いや、ちっちゃい。これ説明書です。難易度は3らしいですね。で、入ってるものこの説明書見てるだけで頭おかしくなりそうなんですけど、こんな風に作るんや。へー、じゃあ早速作っていきたいと思います。ですね、先ほどのこのルギア、ポケブラのルギアをね、作った時間と同じぐらいの時間で、今
あのブロックはこのぐらい、まあ、工程で言うと今6工程目ですね。舐めてた、これは舐めてた。いや、これ結構時間かかりますね。やばい、これ細かい。これはすごいですね。いやでもね、皆さんにやったことない人にちょっと、まあ、今回ね初めて作るんですが、これね、このブロックを入れる瞬間、入れる瞬間、はめ込む瞬間がちょっとねぬるっていう感じでちょっと気持ちいいです。はい、では続きを作っていきたいと思います。はい、完成しました。ルギアナノブロック、まあ、大体1時間ちょっとぐらいですかね。こんな感じで、いやーすごいですね、これ作ってて面白い。これ最終的に作ってる最中はね、これ何、どの部分みたいな感じになるんですけど、いやーこうやってちゃんと全部組み立ててみると、あ、ルギアやってちゃんとなるところがすごいな、頭いいな本当に。一応ね、透明のクリアパーツで、これは台座みたいですね。で、足をちょっとね変えました。ちょっと安定が悪かったのと、もうちょっと足長くていいかなと思ったん で、予備パーツがね結構余ります。ちゃんと小さいパーツなんで、なくした時用のためですかね。これは嬉しいですね。余ったんで、まあちょっと自分なりにね少しですけどアレンジしました。ちょっとねアレンジした部分、顔なんですけど、これ見てもらったら、ここね先っちょツンツル点なんですよ。でも1個増やしてこう尖ってる感じを出してみました。で、頭もねこっから平らになってるんですけど、ここにねこの3個のブロックを1個だけ足して、ちょっとだけ丸みが見えるようにもしました。いや結構なかなかで、簡単にねこれアレンジできるんで面白いですよ。だから自分はこうかなと思ったやつはそういう風に作れることができますね。いやーいいです、いいですこれ。いやで、出来上がったらね、このドット絵のルギア、まあ目がねちょっとだけうーんと思いますが、いやいやでも、うん、ルギアじゃないって感じ。ちょっとねさっき作ったポケプラを参考にして見てください。これいい感じにデフォルメされてるルギアができました。ドット絵のルギア、いいじゃないですかこれ。いやいやいや、いいですよ。ではこの2つね、ちょっとポーズして、ポーズ、まあ、ちょっとターンテーブルに乗っけて見てもらおうかなと思います。それでは行きましょう。はい、今持ってるねルギアのフィギュアを、とりあえず4体並べました。これがモンコレやったかなのフィギュアで、これがポケモンリーメントで、ナノブロックのルギアとポケプラのルギア、いやかっこいい、やっぱルギア最高。はい、いかがだったでしょうか。ポケプラルギア、ポケモンナノブロックルギア、両方ともルギア作ってみました。いやポケプラはね、ここまでちょっと大きさがあると思わなかったです。いやこれめちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃかっこいいですね、この大きさたまらんす。
いやー、いいですよ。でナノブロックの方もやっぱこれね、他のこういう曲線を描いた、まあ、フィギュアとかとこのデザイン性が違う、このドットっぽいフィギュアとしたらもう最高じゃないですかね。もうゲームから飛び出してきたみたいな。だからちょっと他と、なんていうんですかね、アクセント的な違いを見せたかったらナノブロックおすすめですね。でナノブロックはポケモンだけじゃなくて他のいろんなキャラクター出てますんで、もし自分の好きなキャラクターがあって、まあ、ちょっと興味があったら、購入して作ってみてもいいんじゃないかなと思います。お値段もねそんなに高くはないので、まあぜひぜひ。いやー、これでルギアのコレクションがまた増えました。今後もねまた増えたら紹介していきたいなと思います。はい、それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。